はい、須徳さんの岩野です。今回もですね、採用支援のプロの杉野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画まだご覧になってない方は見てほしいんですけども、その中で私がめちゃくちゃ興味をそそられたようなトピックがありまして、端的に言うと人事は社員を取るときに上司とのマッチ率っていうのもちゃんと加味した上で取らないといけない話があったと思うんですよね。それは間違いないですかね。そうですね。その話をともうちょっと具体的に聞きたいなと思ってお呼びしてます。なので今回ご覧いただいている方の中で人事だったりとか、あるいは人事を兼ねているもう経営者の方ですね、スタートアップベンチャー企業の経営者の方で、どういう人は自分は取ってはいけないんだみたいなのを定義するのってめちゃくちゃ重要なことだっていうふうに教わったので、これは本当に目から鱗だったんですよね。排除条件を明確にするというのが重要だっていう話だったので、それをできるだけ伝わりやすいように伝えていければなというふうな回でございます。まず具体的にこういうケースはみたいな話をするのもいいんですけど、ちょっと自分ごと感湧きづらいかなっていうふうに思うので、一旦そしたら弊社の元の創業者で結構多分認知があるであろう株元の部下にしちゃいけない人材像っていうのと、私が部下に持ったらちょっと危険だなっていう像を、杉野さんがもし須徳さん株式会社の人事だったらっていうところでどういう定義をするのか教えてください。矢野さん、僕認定パートナー降格したじゃないですか。じゃあな、どうやったら認定パートナー戻りますかね。うちにな、法人対応の品質の基準をまとめたような品質ガイドラインっていうやつがあるから、それ全部守れるようになったら戻したるわ。え、マジですか。え、どこから読めるんですか。この動画の概要欄に載っとるわ。今すぐダウンロード。いっぱいあるんで、象徴的なところだけ触れると、はい、株主さんは動画の通り端的なコミュニケーションがあります、うんうん、若干言葉が強いと受け取ってしまう方もいると思うんで、はい、いわゆる繊細さんと言われるような、いろんな物事を強く受け止めすぎちゃうとか、で傷ついちゃうとかっていう人は入れちゃいけないと。鈍感さんじゃないといけないと。そうですね鈍感さんですね。で面接の時もちゃんとそこ見ておかないと、入った後にあれこの人繊細だなとか、ちょっと言ったことに想像以上に傷ついてるぞってなると気使っちゃうじゃないですか。ここはめっちゃ重要だと思います。そうなると、一応曲がりなりにも株元ずっと一緒にやれてる我々は鈍感ということでよろしい。鈍感かもしれない。図太いずっといですね。改めて振り返ると、ずっと付き合いある人は鈍感さんですね。そうです。過剰に言葉に反応してしまう状態だと、うんね、やっぱりいろんなことでダメージ受けやすい、うん、ダメージ受けにくいというのがやっぱ強いと思うん で、 で名前を絶対言えないですけど、僕が知ってる辞めた人の共通とは言わないですけど、パッと出てくる人間で言うと繊細さん3名ぐらい思う。本当ですか。え、ま、マジでマジでそうですね。言葉尻一つ一つやっぱり気にされてましたね。今のは象徴的な話ですからね。え、それってどうやって見極めるんですか。繊細さんっていう名称が正しいのか分かんないんですけども、はい、いろんな指摘であったりネガティブなフィードバックを受けた時にどう反応するかっていうのを見ていくのが面接でもできることが多いです。でいろんな指摘をするんですけど、失礼になっちゃうと良くないので、うんうん、過去の成功事例とかを聞くことが多いです。働いた経験がなければ学生の子でもいいと思います。一番良いと思っていることに対して今振り返ってみたらもっとうまくできると思うことがあるとしたらどんなことありますかっていうのを僕は聞くことが多いです、うん、これもオブラートに包んだネガティブフィードバックなんですよね。今の一例なんでネガティブな何でも OK です、うん、時にすごく歓迎する人、一番採用したいなと思う人はもうそのことを何度も何度も考えていて振り返って嬉しそうに本当悔しかったんですけど今思うとこれとこれとこれやるべきだったと思います、であの時やれなかったのはこういう理由があって次は絶対こうやろうと思ってますっていう人がたまにいるんですよ。自分の成功体験にすら足んないところを探していって改善していくっていうのが強い方、うん、怒る人もいます。そんなものありませんだったり、過去が自分の気持ちいい体験に対して指摘されたとか、そんな意図がないことだって普通わかるじゃないですか、うんうん、柔らかく言っても心閉ざしちゃう、そんなものありませんとか、これ以上できることはありません、これ結構わかること多いです、ね、繊細さん僕も無理っすねそれ。そのリアクション来ると業務上のフィードバックをするときにすごく丁寧にこうじゃないって言っても、うん、いやそこないですって怒っちゃうじゃないですかっていうコミュニケーションを想像すると、カモンさんがちょっと言ったことに対して傷つくならいいですけど怒るっていうシーンもありえると思うんでわ、うん、かるかなと思います、はい、ほぼほぼ無理そうな、あでも例かもしれないですけど、それでも会う人っていうのはその気持ちが分かる人ってことですよね。どちらかというとその人は会う人はあんまりいないと思いまして、まあ、やる気がない上司とか指摘しない上司とかは会うと思うんですけど、そういう指摘を受けない業務に入った方がいいと思ってます。定型業務、形が決まってる業務とか、マニュアル通りちゃんとやることが大事とか、大企業のバックオフィスがあると思うんですけど、そういうところだと初めは若干あるかもしれませんけど、慣れたら指摘受けないんで、うん、辛い思いしなくていい。気持ちよくできますね。
恥ずかしいですが、私はどうですか？多分さ、人事目線で言うとポテンシャル採用には気をつけなきゃなと思いまして、多分どんな人がいいって聞いた時に、頭良くてガッツがあって人柄良かったらいいよって言いそうじゃないですか。はい、そんだけあったら育ててやるからってなると思うんですけど、その要件で仕事できなかった時に見捨てらんない気がするんですよね。頑張って理解力もある、やる気もある、で可愛げもあって仕事うまくいかなかったら、どうにかうまくなるようにしてあげようっていっぱい時間使うと思うんですよ。使うけど相性なのかで、あんまりパフォーマンス上がんなかった時に可愛くてその人に時間使っちゃうっていうのがありそうなんで、そういう人は仕事できない可能性があったら、そこ入念にチェックして、人事としては時にはあげない、要件満たしてるけどダメだと思って切るっていうのもありえるかもしれないです。いやね、辛い思い出がフラッシュバックしてきまして今とある、名前は言わないですけど、僕まだ代表交代する前でプレイヤーやってて、インターン生として参画してくれた子がいるんですよ。結構一流大学でめちゃくちゃいいやつで、ただ半年ぐらいずっと面倒見て、それでもなお成果が出なくて、これはそのポジションを用意できてない俺が悪いんかもしれんってなって、ただとにかくできなかったんで、ごめん〇〇くん、来週で終わろうかっつって言ったことあるんですよ。でそれでその子が首を宣告した次の日の朝とかに、僕ゴルフ行ってて昼過ぎぐらいに帰ったんですけど、雨やったんですね。そしたら〇〇くんが雨の中傘もささずに棒立ちしてるんですよ、家の前で。やばいっすねそれで1年伸びました、うん、それやられちゃったら、一回業務委託で採用したら仲間に行って、はい、いいやつで頑張ってるのにごめんっていうのは難しいはずなんで。なんで知ってるんですか？その人知らないですけど振り返るとその人の経験っていうのは勉強にもなるし、いい思い出だと思うんですけど、業務の成果っていう意味で言うと、その人がいなかった時の方を考えるとめちゃくちゃ違うはずなんですよね。一時期インターン生っていうレイヤーの人だったんでめっちゃ助かったっすけど、インターン生をめっちゃ拡大してた時期があって、その時マジでミスったなと思ってますもん、今振り返ると。その半年1年の間めっちゃ成長阻害されたな、阻害されたってちょっと自分のせいなんですけど、それがなかった世界線を考えるとめちゃくちゃ大失敗ですね、僕の受託人生の中で。ごめんなさいね、僕のこと知らない人からするとめちゃくちゃ思んない話かもしれないですけど、そういう人に気をつけろってその時に言われてたら絶対しないですから。気をつけろって言われても、いざ会ってしまうと可愛いですもん、だってやる気があって頭良くて取っちゃいそうな気がするんで。だからそもそも会わない、英断する時はあるかもしれないですね。めっちゃ分かりやすかったっすよかったです一般的にある誤謬といいますか、こういうタイプの人にはこういう人はダメだよねみたいなのを例でいいのでお願いできますか？営業とか成果を求められる業務に対してストレス耐性が低い人、これも入ってしまうと逃げてしまうというか、自分で思うこの範囲でいいやって止まってしまうんで、そこが入っちゃうと根本的な性格だったり、いくら育成しても変わりにくいところはあると思うので、そこは入れちゃいけないかなと。また別のところだと、ベンチャー企業とかスタートアップに応募してくれる人って成長意欲高い人も多いですと。でその時に成長するためにはフィードバックも欲しい、自分のことを見てくれて理解してくれて、自分が気づかないような課題とか教えてくれて道を示してほしいっていうようなニュアンスを持ってる方が本当のスタートアップに入っちゃうと、上司はそんなに教えられないし、一人に教えることよりももっとやることがあったりして構えない、働く側としては物足りなさを感じてしまうって、意欲も下がって、意欲を自分で上げるほどのセルフマネジメントもできなかったりする人も多いんで、くすぶっていってやめていく。それあるある臭いですね。確かに従業員規模100人以下は大体あるんじゃないですかね。教えてもらえると思ってたのに私のこと見てくれない。素養とかっていうところと違うんですけど、基本的な能力が合わないとパフォーマンス上がらないっていうのがありまして、経理業務だったり数値を扱う業務に採用するときに、普通の面接だったら人柄、経験とか成果っていうのを定性的に聞くじゃないですか、うん、実際いくつかの会社では面接中にテストしてもらってるんですよ。ペーパーテストで割り算、掛け算とか文章題っていうのをやってもらってます。すると過去に経理やってましたっていう人が、割り算できない、100円って1000円の何割ですかとか質問出すと20割とか、どうなって2が出てくるのよって思うんですけど、業務では実際は Excel 使うとかあるんで目立たなくはなってくるんですけど、相性いいわけないじゃないですか、っていうところはちゃんと見抜いてあげると。違う部署に行ったら別に割り算できなくたって困らない仕事っていっぱいあるんで、そこに行った方がいいところはあります。これ口頭の質問とかで分かることもありますし、テストの導入っていうのは結構分かることも多いですね。今回パッとやってもらったんですけど、はい、当然いろんな特性、能力だったりとか配置みたいなものによって絶対この人取っちゃダメっていう要件っていうのは臨機応変に決まってくるものだとは認識してるので、人を見る能力が問われる素敵な職業ですね。
綺麗事っぽく聞こえますけど、面接官って評価をして評価を下す人間じゃなくって、会社に入れるべき人と入れないべき人をちゃんと判断していくのが会社にとってもいいことですし、うん、受けてくれる人にとって通さないことの方が人生良くないことも結構あると思うんです、うん、絶対そうっすね。ここはある種意義はあるのかなと思います、うん、東大元暮らしでプラス条件とマイナス条件って必ずセットで考えるようにしてたんですけど、その人事っていう観点で思考を巡らせたことがなかったんで、改めて聞いてもめっちゃいい観点というか、人々が不幸にならないためにめっちゃ重要な観点だなって本当に思いました。まるまるくんごめんね、自分が取ったのが悪いですから、うん、というわけで今回はね、経営者とか人事としてやっちゃいけない注意点みたいなことについてお話したわけですけども、採用ってもうめっちゃ幅広いんで、いろんな領域で転がってると思うんで、そういうところに関してアドバイザリーをつけて失敗確率を減らして人員拡大、社員登用していきたいみたいな方っていうのは、ぜひ概要欄のお問い合わせの方から次の指名で問い合わせいただければなと思います。無料相談受け付けてくれますんで。というわけでありがとうございました。ありがとうございます。